はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、今気になっているメイクアップベース初見レビューしていきたいと思います。まだですね、どれも開けておりません。はい、これをですね、手と実際にお顔につけていって、どう違うのか、どんな使い心地なのか、正直にレビューしていきたいと思います。それではどうぞ。まず最初にですね、こちらエクセルのモチベートユアスキン化粧下地って書いてますね。オールインワン美容液ベースって書いてます。どういうことかな。はい、お色は1色ですね。 SPF は48の PA3 プラスで1980円ですね。で、何がオールインワンかっていうと、まあ、美容液効果もあったり、まあ、もちろん化粧下地、ちょっとファンデーションみたいな効果もあり、ノンケミカル処方で石鹸でオフできてブルーライトカットできるという特徴があります。あとはなんか毛穴もカバーしてくれて、崩れも防止してくれて、肌荒れも防止してくれるって、これからちょっと乾燥する季節に入ってくるじゃないですか。その時にいいかもしれないですね。早くどんなんか見たいと思ってるでしょ、みんな。ちょっと手に出してみます。香りはないですね。こんな感じでライトなベージュですね。これ伸ばすと多分スルッと溶けていく感じの、馴染みのいい感じ。ちょっとトーンアップする感じだ。なるほど。テクスチャーはちょっととろっとしてて、乳液みたいな感じかな。はい、比べますとこんな感じです。ちょっとトーンアップしてますね。うん、なんかフィルターがかかる処方みたいで、毛穴とかくすみとかもカバーしながら自然にトーンアップしてくれるっていう効果があります。皮脂崩れ、乾燥崩れもダブルで防止。すごいな。皮脂吸着パウダーと潤いキープ成分で、美容液成分が 89% で、スキンケア感覚のみずみずしい心地よいテクスチャー。こういうのってね、まあまあ、水にトロンって溶けるんですけど、どうかな。ちょっとやっぱり馴染みますね。なるほどなるほど。そこまで、なるほどね。ドロドロに溶けることはないです。馴染む感じですね。だから油田さんにはちょっと向いてないかもしれないけれども、乾燥する季節、乾燥肌の方にはいいと思います。はい、美容液成分が 89% って書いてるんですけど、ビタミン C 誘導体、ノイバラ果実エキス、3種のセラミド、リピジュアが保湿成分として配合されているそうです。はい、実際に頬につけてみたいと思います。ここ取りますね。赤い、一応化粧水も乳液もね、何も塗らずにこのままつけてみたいと思います。すごい伸びるから、少量でいいかな。すごい伸びますね。あ、でもなんか、なんていうんですかね、保湿力の高いものって滑りが良すぎてスルスルするものが多いんですけど、これは結構しっかりフィックスしますね。あ、でも化粧水乳液塗ってないからかもしれないですけど、こんな感じ。なんかわざとらしいツヤとかではなくて、本当に自然なツヤが出ると思います。で、ナチュラルなトーンアップ、これはいいかもしれないな。これから使ってみようかなって思いました。はい、なんか今持ってる自分のファンデーションの下に仕込むと、そのファンデーションのグレードがアップするような気がします。
では次いきますよ。次はこちら、はい、マキアージュドラマティックフォルミンググローベース。これは SPF30 の PA3 プラスで3300円ですね。シアーカラー1色、このブルーの容器に入ってるので青いのかなと思うのですが、出してみます。うん、薄いブルーグリーンのような色ですね。これは光を操り、ツヤ美肌と小顔効果、小顔印象が同時に叶う毛穴レス小顔下地情報量多いなどういうこと、どういうこと。あ、これすごい、もうめちゃめちゃいい香りします。フローラルフレッシュって感じ。あー、いい匂い。トーンアップっていうか、なんかこれぐらいの色だとトーンアップすごいしそうなのに全然溶け込みますね。エクセルと比べてみましょう。さっきのエクセルと、でこっちがエクセル、こっちがマキアージュ。え、意外、マキアージュの方が透明感がある。もちろんエクセルも透明感はあるんですけど、それ以上にある。オールシーズン使える、本物の綺麗な素肌へって書いてますね。マキアージュ、肌に馴染んで透明感を演出するシアーカラー、毛穴レス、小顔下地、テカリ、かさつき防止。え、小顔、ちょっと待って、小顔ってどういうこと。あ、グリシルグリシンっていう成分が肌を引き締める効果がある。それでこう小顔効果、なるほどね。まあそんな劇的に小顔効果は期待できないかもしれないけども、このツヤ感は好きですね。私もベースの下に仕込むならめちゃくちゃいいかなと思います。エクセルよりかはちょっとお高めですね。お水いきます。な、これも馴染みますね。あ、同じように馴染みます。エクセルと同じ感じで、なるほど。あ、でもなんか、あの、なんやろな、ベタベタする感じはなくて、本当にさっきも言ったんですけど、これからの季節、乾燥する季節、超乾燥肌の方、ツヤを仕込みたい方に最適。うん、じゃあこっちに塗ってみたいと思います。わかるの、はい、これも同じようにあえて化粧水と乳液は塗らずにいきます。本当に不思議やね、これね。グリーンっぽいのに伸ばすと本当透明、透明やね何回も。あ、これね、上からつけるファンデーションの色邪魔しないですね。そのままの色が出ると思います、ファンデーションは。でもそのくすみとかはほら光で飛ばしてくれてる気がするんですよ。あ、綺麗な。あ、私、うん、なるほど、ファンデーションの下に使うならこれかな。お休みの日とか、もうお顔を休めたい時、ファンデーション塗りたくないわっていう時、こっちで、これだけでいいと思います。エクセルのみでいいと思います。知れんな、これ綺麗。なるほどね、引き締め、引き締まってる感じはする。香りはあります、いい香りが。皆さんどっちがいいですか。では最後いきますよ。はい、こちらコスメデコルテフローレススキングローライザー SPF20 の PA2 プラス
で4950円、自然にあの金額順になりました。安いのから高いの紹介という形になりましたね。一番高いですけども、これ予約して買ったんですけど、光が溶け込み艶めく滑らかな美しさに整える艶仕込みプライマー、出してみますよ、テクスチャーは乳液みたいに緩い感じですね。はい、で伸ばしていくと、あ、なんかすごい、これも溶け込み系ですね。あの薄膜です、かなり。でちょっとパウダーのような感覚はありますけど、ほぼ美容液のような感じですね。香りはデコルテの香りがふんわりします。なんかこれが一番ふわっとしてますね、肌触りが。なんか、なんだろう、艶を仕込むというよりかはナチュラルな素肌、もともとあの肌が持ってるナチュラルな艶感に持っていってくれるっていう感じかな。ギラギラした艶ではない。なのでナチュラルに毛穴とか色ムラとかくすみとか、あらゆる肌悩みを均一にカバーしてくれてますね。これは弾きます、皆さん。唯一これだけ弾きます。なるほどね。弾くけど保湿効果は抜群なので、オールスキンタイプかなと思いますね、オールシーズンと。なるほどなるほどばっかり。じゃあちょっと塗ってみますよ。どっちに塗ろうか。こっちに塗るね。これが一番、なんだろうな、ふわっとしてますね。ベタつかず、ふわさらっとしてます。すごい、触るとふわふわします。気持ちいい。一枚ね、シルクのベールつけた感じかな。極上なツヤって感じかな。わかります？違い。一番マキアージュはやっぱりツヤはすごいんですよ。仕込みツヤとしては効果大。このデコルテは一番上質なこうシルクサテンのツヤっていう感じ。これね、こうやるとわかると思うんですけど、わかります？だから内側から発光させたいかなっていう時はこっちがいいと思うんですけど、まあ本当にナチュラルに上品なツヤを出したい時はこっちでいいと思いますね。そして崩れないっていうのがやっぱり最大のメリットだと思うんですよ。でちょっとここで一つ小話をしたいと思うんですけど、あの少し前によく流行ったこのロージーグローライザーあるじゃないですか。でこれはこれでとてもいい商品なんですけれども、私がですね、なぜそこまで皆様におすすめしなかったかというと、みずみずしいしすごい綺麗なツヤは出るんですけれども、ちょっとこのギラつき感、私たちのお肌にはギラつき感がちょっと高いかなと思ったので、あんまりおすすめはしてなかったんですよ。でもファンデーションに混ぜたり下地ベースとして使うには全然いいかなと思うんですけど、毛穴とかがかなり多くて毛穴が開いてる人とかにはちょっと悪目立ちするようなところも垣間見れたので、あんまりおすすめしてなかったんですけど、これに関してはオールスキン、オールシーズン向きかなと思います。何よりもですね、何よりもお水に溶けなかった。こちらは保湿力めちゃくちゃ高いので、このようにね、すぐもう流れちゃうんですよね。これもあんまりおすすめしなかった理由ではあるんですけど、なんか本当に汗もかかない一瞬の撮影だけとかだったら使ったりとかしたことあったんですけど、仕込みにね。ディスってるわけではございません。
本当に本当にすいません、ディスってるわけではないんですよ。よく理解した上で使っていただきたくて、ちょっと実際に3つ乗せてみたいと思います。手の甲にね、手の甲に3つ乗せてみましょう。違いを順番にちょっと多めに、あ、色もやっぱりそれぞれ違いますね。こちらからエクセル、マキアージュ、デコルテでございます。エクセルと比べるとやっぱりちょっとピンクベージュっぽいですかね。エクセルがイエローベージュっぽいです。伸ばすと、もうね、どれもねすごいクリーミーなんですよね。ちょっとこっち向きます。こんな感じ。ちょっとね、手の甲にね塗って塗り広げて定着させてみました。 1,2,3 ってつけてるんですけど、どれがどれか皆さんわかりますか？はい、答えはこちらがデコルテです。フローレススキングローライザー、はい。で、こちらがエクセルのモチベートユアスキンで、こちらがマキアージュドラマティックフォルミンググロベースでした。ツヤの順番でいくとマキアージュ、エクセル、デコルテかもしれません。お水を弾いたのはデコルテのみ。肌タイプベースで選択するとデコルテはオールスキンタイプで、マキアージュとエクセルはドライスキンタイプ、はい、っていう感じでした。紫外線カットの効果が一番高いのはエクセルです。エクセルが一番紫外線カットの効果が高くて SPF48 の PA3 プラスありますね。はい、この辺をいろいろ考慮していただいて、ご自身に合うものを探してみてくださいませ。で、橋本この3つだったら、うわー悩むなー、これかな。私赤みもあるから、意外にって言ったら失礼ですけど、これ良かったです。はい、よかったら皆さん参考にしてみてください。夏休みももう終わって、またなんか新たな生活がスタートする時期になるかとは思うんですけれども、頑張りましょう。今日のお洋服、これ結構問い合わせあるんですけど、このブラウスどこのですかって。分かんへんね、ネットで買ってん、ごめん。ちゃんと分かるものを買うようにする、うん、すいません。これアクセサリーはいつものメイグローブさんでございます。はい、本日は以上でございます。ありがとうございました。よかったら参考にしてみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。